はい、皆さん毎度毎度。1月2月ね、景気が悪い時期ね、そこへ持ってきてね、泣きっ面立ちとばかりにね、コロナね、まあこういう時はね、慌てず騒がずね、まあ確定申告でもね、やりましょうと。なんかうち、なんか在庫が増えたね。5万ぐらい在庫が増えてんね、期末在庫が20万ぐらいあったね。使わない商品だよね、もうね、ロレアルのね、臭いさ、ムースだのさ、なんかああいうのね、もう処分したいんだよね。ロレアルはなんであそこまで匂いつけるんかな。日本人って意外とさ、匂いで酔っ払っちゃったりするんだよね。それにさ、匂いってさ、好き好きがあるからね、あまり匂いはさ、つけない方がいいような気がするんだよね、無臭の方がね。あとね、ちょっと気になったね、ナプラさんフェーベストレートハードの1剤ね、これ pH 9.3、 それはいいんだけど、そのね、成分が資生堂クリスタライジングストレートの N、 もう廃盤になったやつだね。これの1剤とね、ほぼ一緒なのよ、微通販の成分表で見ると。間違えたんじゃねえかっていうぐらい同じなんだよね。このね、成分表を見る限りね、そこまでパクるっていう感じ。どちらがパクったんだかわかんないけど、パクったのじゃないかもしれないけど、余計なことは言えないけどね、非常に廃盤になった資生堂のね、クリスタライジングストレートのアルファの N か、これとね、似てるんだよね。これはまあ企業秘密ってのあるからね。で、資生堂のもね、新型の方はね、もう書いてなかったね、成分表がね。もう書くなって言ったのかもしれないね、これメーカーの圧力かなんかでわかんないけどね。でそこで気になってね、資生堂のヘアカラーとね、ナプラさんのヘアカラーちょっと調べたんだよね、成分表ね。ちょっと分かんなかったね、これはね。まあ余計なことは言えないけど、廃盤になったクリスタライジングとナプラさんのあれはペーハーこそ違うけど、非常に似てるね、成分がね。パーマ液に関してはね、もう調べたけど、ちょっと成分表がなかったね、資生堂の T77 とかなんとかってね。ちょっともう気になるね、このね、闇の世界ね、大人の世界ね。はい、お疲れ様でした。